の娘にして家康公の養女、真田家に嫁ぎ関ヶ原の戦いでは夫不在の沼田城を守り通した我こそ戦国最強の女武者小松姫、参ります。鬼となり影となり徳川の使い番たる五の旗印、掲げるところに服部党あり、清康公の恩義に応え暗中飛躍の影奉仕、各言う我は体重を助ける草の者、伊賀忍将服部半蔵正成。生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為とこの手に握るは天下三名僧トンボ切り、我琴の乱に臨みて退かず、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参る。天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり我慢辛抱堪忍、幼き頃より戦国の定めという名の濁流に流れず耐えたそれがしの生涯かけたる望みとは天は大平のよう、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我徳川家康、家康様平等家康公青い武将隊。
どうもグレート家康公青い武将隊と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日お子様がたくさんいらっしゃいますね。遠足か何かかな。遠足本当今日ね天気も良くて何ラリートレジャーラリー。トレジャーラリー宝探しすんの。本当すごいね。ちょっとね今日いいお天気ですからね、お出かけ日和でぴったりかなと思います。私どもはね岡崎市の観光大使として、はい、観光大使としてね岡崎市の魅力を、市内外の方全国に広めるために日々活動しております。土日祝日はねこちらの広場でこのような演舞を11時と2時の2回披露しております。で平日は、2、3名の武将で、皆様のおもてなしをねしております。写真撮ったりですとかね、あのこの公園内のご案内させていただいたりしております。はい、小松よ、はい、そんな我らグレート家康公青い武将隊は岡崎の観光大使を務めておるわけだけれども、はい、この岡崎公園我らの演舞のみならずさまざまな催し事が行われておるわけじゃん、はい、今入った情報によるとなんとなんと本日13時からそちらの能楽堂にて忍への会発表会一期一会があるということじゃ。ぜひぜひね、これね入場無料となっておるわけだの。これはねぜひね行ってほしい、ね、いいですね、うんうん、よろしくお願いいたします。はい、ぜひぜひ皆様行ってくださいませ。はい、はいはいはい、そしてね忍笛見てからね次は14時に私どもの演舞またございますからね、はい、ぜひご覧ください。そういえばですね、昨日も言ったんですけども大河ドラマね、真田幸村殿のやつ決まりましたね。2016年 NHK 大河ドラマが真田丸。そう、真田丸、はいはいはい、私の旦那さんの弟が幸村殿でございます。ということは私たち親戚なんですよ、大河の主役と。そしたら出ますよね。出るね。出ますよね。絶対出るよ。本田家と真田家は出るよ絶対に。ね、あのね徳川家とね真田家のね間で揺れる本田家。悩ましいよこれは。どっちにつくかわからないっていうね。しかしそこはね真田家の軍略によってそれぞれね生き延びたということで。はい、さようでございます。はいはい、そんな大河ドラマがございますが、そのご縁でですね、うん、私たち、本田親子がですね5月の29日木曜日にですね、真田幸村殿に会うべく上田城に出陣してまいります。おおおお、はい、上田城は上田城はね、長野県でございます。長野県、はい、長野県、うん、上田市。そして上田市にある宝泉寺ってとこにおにしぎの骨があるらしい。そう、あるんです。まあ、あの小松がいて骨があるっていうのも変な話なんだけど、我ら現代の若者の肉体に戦国武将の魂が乗り移ってるってことなんじゃ。だから骨があっても当然じゃ。はい、行ってまいりたいと思いますが、あのね私かねてからずっと上田城を行きたくて行きたくて、ようやくね夢が叶ったわけでございます。はいはい、で夢といえばね、例えばあの他の皆様なんか夢が1個叶うんだったら何にします。急に来たね。うん夢そう、ハンドドンのなんかみんな夢ありそうだもんね子供たちね、うん、未来のね。いやこれ子供の夢壊さんよね。夢いるらしい。ちょっと聞いてみようか。何夢。そうですね、サッカー選手になりたい。今ねワールドカップがね1ヶ月後に迫ってるけど誰が好きなの。本田って言うの。遠藤です。はい、頑張ってくださいね、サッカー選手ね。ダメですよ父上、誘導尋問でございます。あ、じゃあわしね、わしの夢あれです。岡崎のですね、我々この蘇るべく盛り上がっているのでね、この岡崎の美味しいご飯のところをすべてね、すべて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 制覇したいと。はいはいはい、思います。じゃあ私は岡崎市内の甘味どころを全部制覇しても太らないっていう夢が叶うといいな。じゃあわしが全部食べますな。広めるのだけ。行きますよ、ね、私が姫が。あのダメです。父上何かありますか。わしはねもう決まってる。お、日本全国の二郎系ラーメンを食べ尽くす。わかる人。
あんまり伝わってないよ。ラーメンチキューね、はい、ただいま減量中でいらっしゃいますからね我慢してるんですって殿は何か夢はございますか。私の夢ですか。はい、はい、数点あるの。数点あるの。何点かござるということで、一つは若返って新しい職質が欲しいな。あー、綺麗な若い奥さんが欲しいと。かなり具体的にリアルですねなぜ、これを持ち上げたと言いますと、本日はですね、私が19歳の時にちょうど1960年かな、はい、桶狭間の戦いというのは、大富豊今は今川義元殿に頼まれました。私は大中城の兵糧入れをしたんです。緑国のある大中城でございますね。その時話はお意地だったの。はい、わし13歳でございました。よう使えてくれた。まあそのこともあってですね、やはりあの頃が一番良かった。若いということは素晴らしいということで、ね、この世には男女しかいませんから、あるいはまあいろいろな動植物は、あの対象年齢今日考えてくださいそういうことでやっぱりね、元気仲良く楽しく学校生活を送りますよね拍手ありがとうございます。さすが殿。はい、これから大きくなっていくけれども、これだけはちゃんとわしが言ったということで覚えておいてよ。まずよく遊び、よく学ぶこと、そして勉強をするということはどういうことかということを考えるといいね。ただ偉くならなくちゃ、お金持ちになるわけじゃない、ね、いろいろとこれから皆さん方は考える、そういう年頃であります。 おいくつですか。え、何年生ですか。あ、5年生だったら分かるよね。みんな5年生。あ、そうか。じゃあ学校の辺にいろいろお世話になさいね。よし、まあ、こんな話つまんないだろうから、ちょっとやっぱりこれからね、新しいやつやってみようかな。はい、今日初めて来たのかな、岡崎公園のこの武将隊の演舞は。今日初めて見えた方。武将隊初めて見るというような。そう、ありがとうございます。はい。じゃあね、これからね、もうちょっとテンポある、テンポある曲を紹介しましょう。はい、今日の天気のこと。まあ、ちょっと、曇っておりますけど、いい天気ですね。青空。やばいよ。青空、Here we go!ただただ
盛り上がってまいりましたので、はいはい、次はねぜひぜひここにいらっしゃる皆様と踊ってまいりたいと思います、うん、はい、それでは観光団、はい、観音踊りでございます。はい、では観音踊りにね行く前に少しレクチャーを、はい、初めての方もね今日多かったみたいですので、いいですかね。ただ皆みんなで踊るために少しだけレクチャーをさせていただきます。はい、簡単でございます。はい、いいですかね。それではまず両手を拝借、両手。いいかね。はい。ではまず体の前で合わせてください。そして右側でカニ。反対でカニ。そしてカニじゃ。これが一つ目の管理ポーズですね。一つあります。二つ目を今からいきますね。それでは右側にピース、管理管理、今度は左側、管理管理、そして管理じゃ。これが管理ポーズ二つ目になっておりますね。ぜひぜひね、皆様もねご一緒にお越しくださいませ。はい、大人の方もね全然前出てきていただいていいですよ。そうですね、勝手な踊りとなっておりますのでね、ぜひぜひご参加ください。大人の方もね、デビューだけでも結構ですのでね、ぜひご参加くださいませ。いいですか、もう始めちゃいますぞ。それでは、カニ踊りお願いいたします。はい、はい、まずは手拍子でラウンドカニするカニ、岡崎公園でお過ごしいただければ幸いに思います。
小学校のみんな楽しかった楽しかったか、ありがとうね。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、これで永遠王の活躍で締めたいと思います。はい、行きましょう。どうぞ皆さんご賞をくださいませ。それでは参りましょう。皆どもの活躍じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございます。ありがとうございます。的に私たちの写真を撮っていただくお時間としたいと思います。はい、この後には、ね、皆様を招き入れてのお写真もございますので、帰らずに、ね、ぜひお待ちくださいませ。いいことある。それではこちらのお客様から参りたいと思います。はい、それでは真ん中のお客様。はい、真ん中。はい、それでは向かって左のお客様。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それではね、一緒にお写真を撮る時間を撮りたいと思いますので、ぜひぜひね、こちらにお並びくださいませ。おい